セレツェ・カーマ・ヤン・カーマは、ボツワナの政治家。2008年より2018年まで、同国大統領を務めた。初代大統領、セレツェ・カーマの息子である。父セレツェ・カーマは、イギリスのオックスフォード大学に留学中の1948年に、イギリス人女性のルース・ウィリアムズと結婚した。しかし、この結婚は、白人主導の人種差別政策。 アパルトヘイトを推進していた南アフリカを刺激した。セレツェはボツワナの主要民族ツワナ人の最大士族ングワトの多い継承者であり、そのような影響力のある黒人が白人と結婚するなど南アフリカには容認できることではなかった。南アフリカはかつての創始国イギリスを通じてセレツェに圧力をかけた。イギリスは当時、 南アフリカの資源採掘の利権を得ており、南アフリカとの対立を望まなかった。セレツェは結果として、グワト族王位を放棄するまで、ベチュアナランドに帰国できなくなった。イアン・カーマは、この期間に、イギリスで生まれた。1956年、カーマ一家は、セレツェが王位を放棄したことでなんとか、ベチュアナランドに帰国できた。セレツェは、その後、政治家としての道を歩み、 卓越した政治手腕を持っていたセレツェは、結果的にベジアナランドを平和裏にボツワナとして独立させた。一方、イアン・カーマは軍人の道を歩んだ。父と同じく外国に留学し、スワジランドのユナイテッドワールドカレッジ、イギリスのサンドハースと王立陸軍主管学校を卒業し、イギリス陸軍に一時在籍した。 1997年12月16日から1998年3月31日まで、ボツワナ国防軍最高司令官の地位にあった。第2代大統領クエット・マシーレが1998年3月31日に引退したとき、一部にカーマ擁立の動きがあり、第3代大統領にフェスタス・モハエが就任すると、副大統領への擁立の動きが出たが、 カーマはこの時点で、ボツワナ議会に議席を持っておらず、副大統領の就任資格がなかった。そこでカーマは1998年、父の故郷にして、ムグワトの本拠地であるセロウェ北選挙区での補選に、与党ボツワナ民主党から出馬し、野党ボツワナ国民戦線の候補に圧倒的な差をつけて当選。7月13日、カーマは議会で副大統領の宣誓を行った。 1998年から2008年までボツワナの副大統領を務めた後、2008年4月1日、もはえの後を受けて、ボツワナの大統領に就任した。2009年10月には、カーマにとって初の選挙が開催されたが、党首を務めるボツワナ民主党は、57議席中45議席を獲得するなど、野党に圧倒的な大差をつけて勝利した。 2018年3月31日に憲法の定める大統領の上限10年に達したため退任し、木内増しし副大統領に大統領の座を譲った。副大統領時代には出身地であるイギリスの自動車番組トップディアがボツワナでロケを行った際、モーターグライダーで空から登場した。2019年3月10日、 インドのダラムサラで開催されたチベット放棄60年記念式典に元ボツワナ大統領として参加した。同式典でカーマ元大統領は自身が大統領を務めていた2017年にダライラマ法王をボツワナに招いた際、中国政府から法王をボツワナに入国させないよう圧力を受けたが断固として跳ねつけた事実を誇らしげに語った上で、 ダライラマ法王のイベント参加を阻止することで、ダライラマ法王の影響力を弱めることができると考えている人が今なおいることは論理的ではありません。と人権を軽視する中国政府を名指しで批判した。ボツワナ国防軍の式典で軍旗を受け取るヤンカーマ、政治手法選挙などでは圧倒的な国民の支持を得ているが、その政治手法は独裁的との評価もある。 環境保護動物好きであり、野生動物の保護にも熱心に取り組んでいるとされる。ボツワナ国防軍は野生動物の保護施設を運営している。国内の野生動物の減少を理由に、2014年1月1日から、飼料規制区や公共地区での野生生物の商業ハンティングを無期限停止を行う予定である。軍事ボツワナは、 軍事に関する公式の予算書の入手が困難な国である。2018年11月、ストックホルム国際平和研究所は、サハラ砂漠以南地域のアフリカ諸国における軍事費の透明性について報告したが、ボツワナはフランスやスイスから武器を購入して、軍事費が急増しているが、国家としての防衛政策や武器調達に関する政府の情報が欠落しており、 透明性が悪化していると報告している。ボツワナはダイヤモンド産業以外の経済の多角化に失敗しており、またダイヤモンド鉱山は2016年時点であと20年ほどで枯渇すると考えられているなどの問題がある。日本日本の国連安保理常任理事国入りを支持している。2010年に来日し、カンラオト首相と会談を行った。 2013年6月にもアフリカ開発会議に参加するため来日している。北朝鮮2013年北朝鮮における人権侵害の状況を有料してボツワナと北朝鮮との二国間における協力関係を停止した。両国の関係縮小路線は続き2014年2月20日に朝鮮民主主義人民共和国における人権に 関する国連調査委員会の報告書を受けて北朝鮮との外交関係及び領事関係が完全に断絶された。北朝鮮政府を強く非難すると同時にボツワナは北朝鮮人民に対する心からの同情を表明した。2015年10月、韓国を訪問中のカーマ大統領はソウル市内のホテルで連合ニュースのインタビューに応じ北朝鮮と断交した理由として 国内での人権蹂躙並びに近隣諸国に対する威嚇の2点を挙げて北朝鮮の指導部を表して石器時代に暮らしているように思えると痛烈に批判した。ありがとうございます。